いやここはもうね、これやめましょう。これはもうね、もう最初からやらないとダメかもしれないんで、やめて。竜ゲームだな。シナリオだっけな、違うな、シナリオだっけな。今度これやろうか。ちょっと待ってね。フリーミッション。フリーミッションも全部一通りやってるから。ここをやってたんだよね、今ね。今度ここだね。ここ行きましょう。続ける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 。ちょっと人変えちゃおうかな。ちょっと待ってね。これにしてみるかいな。なんか違う人か、前やったことのある人かちょっとわかんないんだけど、今回はこれでやってみます。OK。ああ、来てくれたのか。太陽がいっぱいのフロリダへようこそ。旅は楽しめたかな。あいにく主要な鉄道網が未建設だから、ここまで来るのにかなり時間がかかってしまっただろう。この仕事はヘンリー・フラグラー氏からの依頼だ。スタンダードオイル社の創設者の一人で、ジョン・ディ・ロックフェラー氏と密接な協力関係にある。彼はここフロリダに観光業が発展する大きな可能性を見出しているんだ。僕たちがこなすべきタスクもすでに書き出してある。上にもあるのか。ここ買っちゃおう。
これでいいかな。197が最高。マイアミで人口を上げる。でも全部同時にやらなくちゃいけない。マイアミで人口を上げて、ジャクソンビルで、異なるものを全て入試する。ノースフロリダで人口を達成する。ジャクソンビル、ペンサコラ、ペンサコラってどこだろうな、ペンサコラ。ペンサコラ。タラハシ、この3つをとにかく大きくすればいいんだね。まずここからね。マイアミとジャクソンビルを集中的に。マイアミこっちだね。ここ買わないと、ここつなげないと。
マイアミにつなげないといけないんだよ。触れないとね。マイアミの人口を上げる。ああ、これ持ってこないとダメなんだ。とりあえずここを伏線にしよう。難しいんじゃないか、伏線は。ここにもあるんだけどね。それでやってみるか。肉持ってこないとね。肉はここですね。ここ変えるかな。
とはさ、あれだな、ちょっと、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。塩でね、やりたいことがあったんで。これ OK だ。OK。なんでもないです。そしたらね、どうしようかな。伏線にする必要性ないんだよな。あ、でも足りないからさ。やめよう。
消えちゃった。ダメだ、線路がつながってないじゃないか。そこ、ここがだからな。ここつなげないと。あ、消えちゃった。線路が不完全。がないんだよな。
金がないんだよ。トウモロコシ、
27,000。もういいや、バカだな。オッケーだな。もうやめよう。今何やってたんだっけ。俺は今一体何をやってた。俺は一体今何をやっていたんだ。分かんなくなっちゃう。なんかやってたよね。忘れちゃったよ、自分でやってること。記憶が。あ、そっか。ここで立ち往生してたやつを助けてたんだよ。増発しちゃったかもね、もしかしたら。あ、ほら、これ増発しちゃってんだよ。まあいいけどね。4万。もう肉いらねえんだ。こっちはまあ単線だからね。やめよう。つまんねえな。もういいや。これはね、キャンセルでいいのかな。これでいいんだな。ここはね、あとね、薪とね、これが必要なんだよね。
3万だ、3万。里はここにもあんだけどね。トウモロコシが欲しいのは、この辺全部、あ、1、2、3、4、4箇所。砂糖が欲しいのは1、2、3、全部だな。結局全部に持っていく必要性があるってことだね。ここはトウモロコシが必要なんです。あ、ここはトウモロコシいらないよね。ちょっと間違えた。
ああ、消えちゃったね。あと小麦だね。小麦をあと1回持ってくる。こっちもやんないとな。ちゃんとした駅になったね。
小麦と薪は必要だね。あの列車は まだ走らせておいて。肉列車ね、新しくね、作って。こっちにも持っていこう。キンちゃん、でね、しゃあないんだよ、しゃあない。ウィリアム。
あ、そっか、繋がってないんだ。とりあえず今はいいや。ここが繋がってなかったね。こっち方面に。側がね、繋がってないんだよな。8万もかかるのかな。つけたいんだよな、これ都市間列車だから。いや、
タスク的にはね、一番タスクが遠いやつはね、一番上だね。マイアミの人口を上げないとね。これ事業をやりたいな、なんか事業を立てないと。肉でもいいんだけど、肉持ってきちゃってるからね。肉じゃないやつがいいな。なんだろう、電化ボーナスを出して新たな住民を誘致することができます。これやってみようかな。40万もかかる。でもね、それもいいけどね、こっちもやりたいんだよね。まあ同じぐらいお金かかるね。それやってみようかな。40万貯めて、あげたくなっちゃうな。運命の女神様よ。足りないんだよ。まあいいんだよ。6万。こっちともつなげたいね。ダメだな。今年の6月だもんね。こんなことしてる場合じゃねえんだよ。難しい、やっぱり難しいな。牛をもっと持ってきたいのかな。でも物は揃ってんだよね、意外とね。ここら辺の物不足を解消した方がいいんだよね。麦、小麦と薪と砂糖。小麦、
布ね、布。トウモロコシ巻き、トウモロコシ巻き。よし、肉。トウモロコシと肉、難しいね。
これをね、ここに持って行ってね、布を配った方がいいんだよな。フラグラー氏が喜ぶぞ。彼のサンシャインステートにかける情熱は、彼が最近セントオーガスティン近郊で最初のホテルを建てたことがきっかけで生まれた。この調子でいけばクライアントを大満足させられる日も近いだろう。でももうゲームオーバーです。6月で。トウモロコシ。トウモロコシだな。トウモロコシしか足りないんだね。もうゲームオーバーです。6月でゲームオーバー。難しいよ。こんなことをやってる場合じゃないんだけどね。中途半端のまんま放っとくのもね。
5月だよな。ゲームオーバーに近づいていっておりますね。赤字です。赤字、君を助けることもできない。今の僕には何もできないんだ。もう6月だから終わりですね。うん、上はなんとかなりそうだけど、下のね、人口を増やしなさいはもう無理だね。あ、一番上もギリギリダメだね。肉が一番、小麦が一番足りないのか。小麦ね。
ビールが足りないの、冷やし胸作ってる。トウモロコシ。難しいな。これどうやってやるんだろう。お金がもうないね。
間的にもう間に合わない。努力してもダメですね。グラグラー氏がこのちっぽけなマイアミの開拓地に何を見出しているのかはわからない。でもとにかくこれで小さな町にはなりつつある。はあ、もうね、無理だな。無理ですよ。3万5000人増やさなくちゃいけないんだけどさ。多分ダメです。もうダメだよな。足りないものはないんだよね。まあ一番足りないものは、トウモロコシだね。一番足りないものは小麦かな。この3つの町を大きくすればいいんだけどさ、一番足りないもの揃ってんだよな。あと1週間しかないの。もう少し遠いからな。トウモロコシ、まあ砂糖持ってきちゃうかもしれないけど、まあ、どうせやるんだったらここにも持って行ってあげよう。まあ砂糖を持って行ってもいいけどね。お金がない。お金がないんだな。列車はもう走らないね。もう無理です。もう無理です。無理です。届いたよ。彼が重要視していたターゲットを見落としてしまったせいで、すっかり機嫌を損ねてしまった。分かったよ。残念だけど。残念だね。僕たちはここで終わりのようだ。そうだ。代わりはいくらでもいるからね。終了。